ジュネーブ協定は第一次インドシナ戦争を終結させるために1954年にスイスのジュネーブで開かれた和平会談によって合意された休戦協定。この協定はベトナムが南北に分かれた分断国家となる原因となった。なお、戦時国際法による捕虜の扱いを記述しているジュネーブ条約とは全く別である。ベトナム独立同盟は 1945年の日本の降伏によって生じた軍事的空白を利用してベトナム8月革命を起こし、ハノイでベトナム民主共和国の独立を宣言した。だが、第二次世界大戦後にインドシナに復帰したフランス軍との間で第一次インドシナ戦争が勃発し、フランス軍によって都市部を追われたベトミンは農村部で遊撃戦を展開した。 フランスは1949年にベトナム国を樹立させて、ベトナム人を味方に引き入れようとしたが、同年にベトナムと隣接する中国で、中華人民共和国が成立し、さらに1950年に朝鮮戦争が勃発して、アジアにおける冷戦の対立が激化すると、ベトミンは中国から大量の軍事援助を受け、フランス中流軍に対する攻勢を始めた。一方、 フランス国内では、沿線気分が広がり、戦争の継続は、フランス政府の負担となり始めた。1954年に入って、ベトナム北西部のディエン・ビエン風で、決戦の時が迫ると、ようやく和平会談が開催される運びとなった。1954年4月26日、スイスのジュネーブに関係国の代表が集まり、インドシナ和平会談が開始された。 参加国は、フランス、アメリカ合衆国、イギリス、ベトナム国、カンボジア、ラオス王国、ベトナム民主共和国、ソビエト連邦、中華人民共和国であった。同時に韓国と北朝鮮の代表も参加して、朝鮮半島問題も話し合われたが、すでに、朝鮮戦争休戦協定で停戦が実現していた、朝鮮半島については、何の進展も得られなかった。 インドシナ和平交渉は難航したが、5月にティエン・ビエン風の戦いでフランス軍が大敗し、6月にフランス首相に就任したピエール・マンデス・フランスが1ヶ月以内の和平実現を公約すると、ようやく3カ国間で歩み寄りが見られるようになった。ベトナム民主共和国側のファム・バン・ドン・ヒキール代表団は国土の大部分を制圧していることを背景に、 軍事境界線の設定などにおいて最後まで強行姿勢を崩さなかったが、会談の最終日にソ連、中国両国による説得に応じて妥協し、7月21日に和平協定が成立した。合意はベトナム民主共和国、中華人民共和国、ソ連、フランス、イギリスが署名するもアメリカとベトナム国は署名しなかった。フランスは、 インドシナ半島から撤退し、北、ベトナムから200万人のベトナム人が、南ベトナムへ逃れた。ベトナム国ではゴディン・ディエムがバオダイを追放して、ベトナム共和国政府を樹立する一方、北ベトナムと自由選挙に関する協議を行うことを拒否したため、協定で定められた、南北統一選挙は実現しなかった。このためベトナム統一をめぐって南北が競い合い、北、 ベトナムがゲリラを送り、これに対してアメリカ軍も軍事介入してベトナム戦争に発展していく。ありがとうございます。